キラくんを守って。スメラギの地下基地最深部、これで全てが終わる。俺の復讐もマイナーズたちの苦しみも管理 AI デマーゼル、妹をあんな姿に変え幾十年も捕らえ続けた元凶を俺は許さない。全ての元凶デマーゼル、スメラギの管理コンピューターだがなんだか知らんが、その元凶俺が討滅する。ミッション。またか。どけ、貴様らに構っている暇はない。これが報いか。
シモフ、なぜ貴様がここに。マシモフって確か大昔にアキラ君と戦った、かつて存在したテロ組織の頭目、スメラギと敵対していた雷撃のセプティマホルダーだ。ある日を境に名を聞かなくなったが、まさか生きていたとはな。こちらこそ、貴様が生きていたとはとんだサプライズだよ。こんな場所まで来たリワードだ。特別にいいことを教えてやる。スメラギの管理 AI デマーゼ、あれは私のことだ。 AI？ 貴様が？ AI ということにしておいた方が何かと都合がいいの。かつてのスメラギがサイバーディーバをそう偽っていたようにな。なるほどな。表向きはマイナースとの融和を掲げていたスメラギが突然異種替えをするわけだ。敵対勢力に丸ごと乗っ取られていたとはな。スメラギを手中に収めたことで世界は私の理想に大きく近づいた。時間はかかったが、あの日この手で殺めねばならなかったキングとクイーンのピース、雷撃能力者とサイバーディーバも代わりを調達できたことだしな。それブレイドとミチルちゃんのこと。ゲスが、妹もブレイドも貴様の駒ではない。今さらディスカッションをするつもりはない。異なる他者同士が分かり合うことなどないのだから、さあ始めようじゃないか。能力者と無能力者の、おっと、今はセプティマホルダーとマイナーズと呼ぶんだったか。相入れぬ両翼の代理戦争。100年以上前の人間が当時のまま生きているわけがないだろう。そこに考えが及ばないと。そうか、貴様は長い年月で電子頭脳がエラーを起こしているな。月に吠えろ、人の姿に固執するオールドエイジの歪みを見るがいい。
と内的能力者として全く喧嘩した究極の姿、私こそセプティマホルダー全ての守護者伝人ベラーデンだ。とばきえアームドブルー旧時代の遺物正常なる青き形で浄化せしめよ。何が浄化だ、化け物風情が。貴様のような化け物に人の世を生きる資格はない。誰か、アキラ君を助けて。
歌、僕の歌を。あ、この歌。どうかしました、小悪さん。歌だよ、これルルちゃんの歌。歌？何にも聞こえねえぜ。間違いない、きっとアキラ君に何かあったんだ。私行ってくる。まあちょっと。琥珀君、みんなはここで待ってて。Thank you.
奥まで来たけど、もう歌は聞こえない。ヨロちゃん大丈夫かな。こいつら何、スメラギなの？諦めない、絶対に諦めるもんか。アキラ君は私たちを救ってくれた、何度も。今度は私がアキラ君を助けるんだ。お前らみんなそこをどけ。間に合ったか、琥珀。お姉ちゃん。ここは私に任せて行くんだ。イクスのところへ。イクスって、お姉ちゃん、どうして。それにその格好。説明と食材は帰ってからいくらでもする。それより今は行くんだ。正直何が何なのか全然わかんないけど、わかった。お姉ちゃん、私行くね。ああ、走れ琥珀。うん。言ったか、残るはお前たちだ、デマーゼル。私を駒として操り、同胞たちを苦しめた罪、この場で注がせてもらうぞ。アキラ君、この声、琥珀。いけない、こんなところに。アキラ君はこんなになるまで戦ってくれた。後のことは私に任せて。琥珀。その目絶対に後で直すから。ちょっとだけ銃借りるね。あれがスメラギの管理コンピューター、デマーゼル。私たちやアキラ君、みんなを苦しめ続けた元凶、私が終わらせるんだ。わたれです。大丈夫、三人とも無事だよ、絶対に。琥珀さんが待っててって言ったんだ、きっと帰ってくるよ。ん？おい、あれ？ん？